4月6日深夜から7日未明にかけて、阪神高速道路は大規模更新を進めている阪神高速14号松原線切れ売り割り付近の橋脚張り部仮設工事を行いました。阪神高速道路の高速道路リニューアルプロジェクトの中の一つである今回の工事は、供用から約40年が経過、老朽化し、橋桁をつなぐヒンジが垂れ下がっている橋梁上部高154メートルと橋脚張り部を高性能連続橋へ取り替えることが目的。2022年6月から松原線の切れ売り割り三宅出入口間の通行止めを開始、2023年1月から既存橋梁の撤去を進め、今回橋脚張り部仮設を行うこととなりました。6日午後11時頃から仮設工事前の通行止め規制を開始、標識や信号の撤去、クレーン据え付けなどの準備後、ヤードで軸見し、多軸式特殊台車に積載した張り部を移動。新設の鋼製橋脚張り部は一基あたりの幅が17メートル、高さが 2.5 メートル、重さが99トン。仮設には550トン釣りのオールテレーンクレーンを使用。7日の午前3時ごろ、多くの関係者が見守る中、無事に2基の張り部を仮設しました。今回ですね、柱の上の梁、橋脚の頭部を仮設させていただきました。で、今後ですね、上の橋の桁をですね、3回に分けて仮設していきます。で、1回がですね、6月に、南側と北側の仮設を予定してございます。で、最後ですね、真ん中の、桁部分については秋頃に、仮設を予定しています。で、その後はですね、橋がかかった後はですね、橋の上でのですね、表面工事で、まあ、上部に耐えてあるとか照明とかといったところの仮設作業を、設置作業を行っていきますので、まあ、それらを踏まえてですね、2025年の3月までの供用再開というところを目指しております。供用までというところでまだ約半年以上時間が残ってますけども、まあ、1日でもですね、早い供用再開というところをですね、まあ、安全に施工を進めていくという所存で進めてまいりたいと思います。